て続いてはシリーズでお伝えしています愛媛総決算2023、今日のテーマは気象です。寒波の到来や異常な暑さ、さらには少雨、雨が少ないことによる水不足もありました。今回は気象の変化を通してこの1年を振り返っていきます。1年前の去年12月、クリスマス寒波が愛媛を襲いました。今砥部町内の国道33号なんですが、路面が今凍結してまして、走ってるとちょっとこう滑るような感覚もありますね。平地でも雪が降り積もる中、山間部では今朝ですけれども、私こう歩いてみますと、このふくらはぎあたりまで雪が積もった状態のままです。そしてですね、ここ駐車場だと思うんですけれども、車がもう上に雪が多く積もった状態になってますね。久万高原町では観測史上最高となる76センチの積雪となり、2人が死亡しました。大規模な停電も発生し、県は自衛隊に災害派遣を要請。雪による自衛隊の災害派遣は県内で初めてのことでした。2023年は異例の暖かさが続きました。お昼の松山市内です。私は今コートを着ていないんですが、寒くもなくとても過ごしやすい気温です。この日の松山の最高気温は 14.4 度。1月は連日最高気温が10度を超え、異例のポカポカ陽気となりました。しかしこの暖かさは1月下旬に一変、県内に最強寒波が到来します。午後2時過ぎの西予市の中心部です。激しく吹雪いています。こうして立っているとバランスを崩してしまうほど強い風です。数十年に一度クラスの強い寒気が流れ込み、南予を中心に大雪となりました。また西予市三亀町では農業用ハウスが吹き飛ばされるなど、強風も各地に爪痕を残しました。城山公園の上空、青空が広がっています。歩いていると汗ばむほどの上着いらずの暖かさです。そしてこちら寒緋桜も見ごろを迎えていて綺麗ですね。3月最高気温は20度を超え、桜が次々と開花。県内各地を春色に染めました。4月に入ると暖かいは早くも暑いへと変わっていきます。松山市の城之内公園です。先ほどまでは曇っていたんですが、徐々に日差しが出てきて、今はスーツを着ているとかなり暑いです。朝のうちは意外と涼しかったんですけどね、途中から日が出てきたら暑くて、途中からやっぱ 足まくって、もうシャツ、ほとんどシャツ1枚になって歩いてました。4月中旬から最高気温が25度を超え、長い夏が幕を開けました。一方今年は平年より1週間早く梅雨入り。6月初めには南予を大雨が襲います。昨晩から降り続いた雨により辺り一面が水に覆われています。そんな中、こちら排水ポンプ車を利用して勢いよく水が排水されていきます。大洲市では複数の場所が冠水、宇和島市でも土砂災害警戒情報が発表され、住民に避難指示が出されました。私のところは家が横に川がありまして、そして5年前にも山が土砂崩れが起きまして、で被災をしまして、それでいろいろ怖い目にも遭ってますので早く避難を、さらに梅雨の後半には道路を通る車は水しぶきを上げながら通っていきます。そして私のいるこちらなんですが、歩道なんですが、雨の影響、水が膝ほどまで来てしまっています。7月1日、松山では
降り始めからの36時間だけで平年の7月1ヶ月分を超える雨量を観測するなど記録的な大雨となりました。7月7日、関連死を含め県内で33人が犠牲になった西日本豪雨から5年。あの日を思い出し、被災地は追悼の祈りに包まれました。この激変する野村の姿をこの目でしっかりと最後まで見届けたいと思います。あっという間というか、まだ全然経ってない感じもしますし、忘れられない日ですね、やはりね、はい、もう一回そのいろんなことをこう振り返る大切な日かなと思います。知り合いが亡くなってるから、もう5年経ったんじゃな、どんな気持ちやったんじゃな、あの時はいう気持ちやね。7月21日、平年より11日長い梅雨が明けました。もう気持ちよすぎて叫びたい気分です。最高気温が35度を超える猛暑日が続くと、暑さは危険なレベルに。特に注意しなければならなかったのが熱中症のリスクでした。部活動の現場では、上にある日陰が作れるような遮光ネットを使いながら肉をカットしています。この黒い膜ですか？はい、農業用で使うものなんですけれども、比較的あの安価で手に入るので、はい、全面に貼って強い日差しは避けれるようにしています。この学校では強い日差しの対策に体感温度を下げるためにミストファンを設置。熱中症から命を守る取り組みが進められました。8月、東予は激しい雨に襲われます。8月10日の未明、東予に線状降水帯が発生しました。山地を中心に断続的に激しい雨が降り、新居浜市ではこの日正午までの6時間に8月の観測史上最大となる156ミリの降水量を記録。水が溜められなくなった新居浜市の鹿森ダムでは緊急放流が行われ、下流の国領川で水位が急上昇し、付近の住民には警戒が呼びかけられました。今年の異常な暑さは実りの秋に異変を生じさせました。あれですね、結構下に地面に結構リンゴ落ちてますけど。そうです、はい、もう今年はこういう状態でたくさん落ちてるんで困ってます。はい、暑かったりとか自分の木の水分が足らなくなったら、結局実を持っとったらその方に水分取られるから、実を落として自分の体に水分回すとか。地面に落ちた大量のリンゴ、さらに日焼けが結構ひどい房もありまして。こちらですか？そうなんです。あ、一部が干しぶどうのようになってしまってますね。夏場の異常な暑さの影響を受け、収穫量が減ってしまったものもありました。長く続いた異常な暑さ、松山で今年最も暑くなったのは9月4日で 36.7度を記録。松山の9月の平均気温も 27.3度と、こちらも観測史上最も高くなりました。夏場が過ぎると各地で水不足が深刻化しました。大洲市の肱川にある鹿野川ダムでは11月に貯水率が 0% に。ダム湖に沈んだかつての橋も姿を現しました。今年は台風の発生が平年より少なく、9月以降ダム周辺で
雨が極端に少ない状況が続いています。水不足が心配な冬が続きます。今年は日ごとの寒暖差も大きくて、もう寒暖差で疲れてしまったという声も多く聞こえたなと感じますね。うん、そうですね。あとは豪雨から5年、うん、で先週に比べて今週またぐっと冷えたりと、ね、改めて天気を身近に感じた1年でしたね。うん、